会業者。取扱者の後部ウィンドウに貼られる、記事に、青地の、ヤナセステッカーで知られる。2017年現在のキャッチフレーズは、車は作らない。車のある人生を作っている。日本国内に、新車販売店174店舗と、中古車販売店31店舗を持つ。直営の販売店に加え、特定の輸入車ブランドを扱う子会社組織や、 一部の地方における関連会社がある。かつては、いいものだけを、世界からというキャッチフレーズを全面に出し、テレビラジオの番組提供などで、CM も放映され、欧米自動車ブランドの輸入車でもあったが、2002年までには、それらすべての輸入券を、メーカー系、インポーターに譲渡した。近年中古車販売の比率が上昇しており、 現在の販売台数の概おおね45%は中古車である。主に研磨剤を中心に扱う株式会社柳瀬とは一切無関係。柳瀬長太郎が1915年東京・日比谷に設立した両来商会を前身とする。はじめはトラックやバスのコーチビルダーとして事業開始したが三井物産の輸入者部門を長太郎が MBO した。 1919年、原本社のある、東京府芝浦に工場を開設。GM のビュイック、キャデラックの輸入から始まり、イタリアのフィアットや電気自動車のミルバーンなどの輸入や、バス、タクシー会社経営、車体製造など幅広い分野に手を広げた。また1923年には、ヨーロッパに出張中に、関東大震災の発生を聞き、復興のために、 自動車需要が増加することを予想し即座に2000台のシボレーなどの輸入を決め、その後大きく販売数を伸ばした。その後日本でもシボレーやフォードなどの一般及び業務向け乗用車の現地生産が始まり、また1920年代後半から日産自動車やオータなどが小型乗用車の生産を始めると、上流階級や富裕層が好むビュイックやキャデラックの 販売を強化し、第二次世界大戦後も、同様の高級路線を取ることにつながった。第二次世界大戦中は一時自動車輸入事業を停止していたが、その後二代目の柳瀬次郎会長に経営が引き継がれるとともに、GM の各ブランドやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンと取扱い車種を増やした。1965年、 日本への自動車輸入が完全自由化された後も、本国に比べて高価な価格設定、上位グレード中心の車種設定、高島屋などの高級デパートへの出店、秘書地である軽井沢に、夏の期間のみ、アフターサービス拠点を開くなど、国産車の購入者に比べ裕福な層に対象を絞り、高級車イメージを強調する、ブランド戦略により、第二次世界大戦前のままに、 日本における輸入自動車を特別な存在、富裕層の象徴に位置づけた。1970年10月1日に、それまでの株式会社柳瀬から株式会社柳瀬に社名変更する。全国に広がるネットワークと顧客に対するきめ細かいサービスのノウハウなどは高い評価を受け、日本最大手の自動車輸入事業者となり、輸入者イコール。 ヤナセと言われるほどの存在になった。なお、1980年代から1990年代にかけては、GM と提携していたイス鈴自動車の複数の車種や、日産自動車が国内で生産していた、フォルクスワーゲンサンタナを扱っていたこともある。やなせ二郎は、ゼネラルモーターズの各ブランドなどのアメリカ車の日本国内での普及に貢献したとされ、2004年に、 日本人で三人目の自動車電動入りをしている。その後、柳瀬次郎の掛け声の下で、総合商社への進展を図り、自動車の輸入販売ばかりではなく、クルーザー、アラジンストーブや、ノースアメリカンベアの輸入、アパレル事業、宝飾品の展開、コチョーランの生産、アルファレコードへの資本参加などの経営高く化を行ったが、1990年代初頭の、 バブル景気崩壊とフォルクスワーゲンの輸入権喪失による経営再建の過程でほとんどの部門から撤退した。しかしその後も1952年設立のテレビコマーシャル制作会社 DCJ は継続して保有している。1990年代以降欧米の自動車会社各社が自ら設立した日本法人で輸入事業務を行うことが一般化した。 販売政策をめぐる意見の相違もあり、1992年にはフォルクスワーゲンとアウディの輸入権を、2000年以降には GMK ブランドの輸入権を、それぞれのメーカーが設立した日本法人に譲渡した。キャデラックとサーブの輸入権を譲渡した2002年末の時点で自動車輸入事業からは事実上撤退した。 その後乗用車以外で唯一残っていたウニモグの輸入権も2005年11月に返上したことで自動車輸入事業からは完全撤退しメルセデスベンツをはじめ BMW やボルボを含む他ブランドの新車、中古車を扱う輸入車ディーラーとなっている輸入車分野における新車販売の競争が激化する中中古車販売店ブランドスクエアに注力している 2018年4月には、往年の名車のレストアサービスを行う、柳瀬クラシックカーセンターを横浜市鈴木区に開店している。またスキー場向けのピステンブーリーやファッション商品の輸入事業は継続している。創業以来、柳瀬一族による同族経営であったが、2003年以降は、伊藤忠商事参加での経営再建を行っている。2017年5月には、 海外事業の展開を図ることを目的とし、伊藤中小寺による株式公開買い付けを実施。現在は同社の連結子会社となっている。2011年、本館が1962年、新館が1970年の竣工であり、老朽化していた本社社屋の解体、再開発が着手され、2012年10月31日に、 河野池組が施行した、地上6階、高さ29.25メートル、延べ床面積23,975.63平方メートルの新本社社屋が竣工し、同年12月1日より営業をスタートした。再開発は、伊藤中小寺、日本土地建物などとの共同で行われ、新本社社屋のほか34階建て、 倉庫数882個の超高層マンションであるグローバルフロントタワーが建設された。2018年4月5日、横浜市鈴木区に柳瀬クラシックカーセンターをオープン各指定にや BP センターで口コミベースで行ってきたレストア業務を事業化。2016年8年4月、日本レンタカーと提携し、柳瀬が取り扱うプレミアムブランドのレンタカー事業を開始。 ありがとうございます。